皆さんこんにちは。今日の試合の実況は私西岡、解説席には堀池拓実さんをお迎えしてこの熱い一戦もお伝えしていきます。いい試合を期待しています。そうですね、よろしくお願いします。今のパスで完全に崩しました。レフリーはギレルメ・サントソさんです。このボールはゴールキックに変わります。ファールです。主審の判断はどうでしょう。試合はまだ始まったばかりですが、早くもイエローが出されてしまいました。もったいなかったですが、それはそれとして今のプレーでイエローカードという基準を覚えておいた方がいいですよ。ダニエル・アウベスのところに行きました。ナキティッチ、ダニエル・アウベス、フィリピン、ラーン。さあスタジアムのテンションが上がります。マンジュキッチがいます。うまく届きますか。このパスはベンゼマに向けてです。ボアテン、シュバインシュタイガー、ヒュンメルス、フィリップラー、クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。ペペ、合わせてくるか。クリスチアーノ・ロナウド、ここはボールを守りたいところ。ペペサイドチェンジしました。ディマリアが行きます。アドバンテージを取りかけてここで止めます。チャンスを演出、クリスチアーノ・ロナウド、セルヒオ・ラモスが絡みます。入るか。シュートコースがありませんでした。スルッと上がってパスをカットしました。アリエン・ロベン、プレーは続きます。クロスを上げるか。さあどうだ。アドバンテージを取りましたがここで止めました。ファールの判定です。ここはちょっと流せませんでした。ファールの判定に異議を唱えていますが、しっかりシャツを引っ張っていますよね。いい判定でした。バスティアン・シュバインシュタイガー、ボールにはリベリー、クロスに対して体を入れた。コーナーキック、クロスは合いません。逆にピンチとなります。メッシがスペースに駆け込む。おっと、フィリップ・ラームがボールをそらしてしまった。ベンゼマが来る。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ここはラームのテリトリー、危険な位置だ。ギルヘルム・サントソ、これは嫌な予感がするところ。審判の手にはカード、警告、イエローカードです。これははっきりファールです。足を蹴ってしまいましたね。よく見ていましたね。ボールではなく体に行ってしまいましたね。リベリー、リベリープレッシャーをかけられボールを出してしまいました。リプレイが流れます。ちょっと行き過ぎましたね。イエローカードは妥当だと思いますよ。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。これはロペン、
してはまずい。振り抜いた。イニエスタ決めに来た。キーパー余裕を見せます。できれば利き足の方で打ちたかったですね。ラインを割ってコーナーです。このコーナーは残念でしたね。いい形でゴール前まで持ってきました。副審の旗が上がってクリスチアーノ・ロナウドのオフサイドです。ラームが絡んでいきます。フィリピン、クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。リベリー、リベリー、ボールを失った。いました、ラキティッチです。ボールを運びゴールに襲いかかります。ベンゼマ、やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシー、ボールを奪いに行くのはリオネル・メッシー。中にボールが入る。このシュートはさすがに強引か。コーナーからのリスタートになります。キーパーまさにファインセーブです。ダニエル・アウベスのところに行きました。いました、ラキティッチです。ここはペペのテリトリー、フィリピン。さあここはクリスチアーノ・ロナウド、はい、シュート、シュバインシュタイガー。リベリー仕掛けるか。ここで打つ。シュートはミスになりました。得意な足とは逆の足で行ったのが影響しましたね。このパスはベンゼマに向けてです。ここでヒール。テリトリー、ここにいます、イニエスタ。さあ折り返した。前半終了です。未だスコアレスです。前半の内容はいかがでしたでしょうか、堀池さん。どちらのチームも様子を伺いながら後半開始です。スペースを与えると危険なロペン、イニエスタがいました。これは通らない。アンドレス・イニエスタ、敵に渡してしまいました。アリエン・ロベン、これはいけないですよ。ロベンです。切り裂いてきますか。合わせてくるか。ディフェンスが勝ちました。ミッドフィールドでボールを取りました。このパスはいけません。
タッチラインを割ります。フィリピン、ここでセルヒオラモス、これはダニエル・アウベス、抜群の存在感、ペペ、シュバインシュタイガー、です。ここを起点にできるか、ディマリアがここにいました。カリム・ベンゼマ、ボールを奪いに来ました。クロスが上がった、どうなる、ゴシュートに行けるか。